えいよーラットです。そしてお疲れちゃんです。焼き鳥です。そしていらっしゃい、アゲンズ飯です。はい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 、挨拶トレード、ひどい挨拶をまあいろいろ変えてみましたということで、今日はまあ若気、まあ、まあ、いらっしゃい、誰あのかの有名な、かの有名な、まあ、焼き鳥ですね。まあまあそれはいいんですけど、今日は普通にまあ6100人到達しました動画なんですけど、まあ今日はあれですね、まあ練習終わりにケンツメシ家でタコバしてって感じで、まあ、みんなでワイワイやってて、まあどうしても焼き鳥とまあケンツメシが動画に出たいと出たいということで、シャーなしでコラボですね。こっちがシャーなしだけどな、こっちがシャーなしだけど、まあまあシャーなしな、はいはい、まあシャーなしということで、まあとりあえずリプレイ解説ですね。はい、で今回は枯渇三重詩をまあ使って61行きましたで、最後が仁義で、やっぱゴレが多いですね。仁義に見た感じでも相性めっちゃ悪いの多いよな。そうで、まあミラーで負けて、このトルネファイボの負けてって感じで、はいはいはいみたいな感じです。こんぐらいかな。じゃあ俺と焼き鳥が見たいと思った曲1個ずつ言うから、せやな、それ1個と、あとラットが自分の中でうまくいったってやつのセットで3本、せやな。えい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 、じゃあどうせまずラットの自信作から。そうやな。あ、俺から、うん、俺からそれはやっぱラットのチャンネルなんでね。俺から、うん、俺このゴレ、おやっぱゴレに対してやっぱ難しいとか言ってたもん。はい、HLR っていうめっちゃ取れた高いやつ。だからまあこのゴレのリプレイはですね、まあ早速、はいはいはい、えいえいえい、ちょこうやって取れてない時な、はい大丈夫よしよし確認、もう確認した大事だよ。これゴレ側としては初手ちょっと苦しそう、初手ボンブ、そうそう、でまあこっちも初手ボンブないから、うん、初手事故かお互い、おっと、焼き鳥の名言、焼き鳥の名言、その1が初手事故か、普段のファブで B の杉やる時とかその優勢の方が煽るんですけど、その時に人が初手事故かすぐ初手事故のせいにするそうそう、まあまあ、でそういうとこあるなそういうとこあるな。これのポイントはどこなんですか。まあとりあえずエリポン置かないとね、始まらないんで、初手エリポン知らないかこれなあ。アイゴレ切っては初手焼きポンやねそう、うん、いやいや違う違うやな、苦しそう、でこう回して回して回して全然初手や初手違う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 、ちゃんと回して、でここでもう三十章ねちゃっと防衛しちゃいます。でもうこの瞬間に相手がゴレって分かったんで、うん、もう固めて、あでもこれ嫌なタイミングでムートが攻めちゃったね、はい、はいはい、あまあなんですけど、まあここシャーなしですね、うん、相手ムートにダクネにメガゴポイズンこそ分からんけど、エリアドそうエリアドも美味しい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 オープン美味しい美味しい美味しいオープン美味しいオープンだケンツのうつもだエグシオープンっていう中国の MVP の最強プレイヤーがいるんですけど、その方のねもうなんかハマってくるんですよね。美味しいオープンとかうましいオープンうましいオープンとか嬉しいオープンさあさあボイされちゃって、まあまあまあここはまあ、うんまあもう今のザップとかも別に打たなくてもいいんですけど、ザップってことによってこのエリポンが回ってるんで、まあ回しですね、カード回しのザップだったんですけど、はいはい、これまあここはしっかりアイゴレギャングでエイエイエイとムートが止まると思って許容して放置しとるとシールドついたままでいい、ね、やばいね、うんうん、でまあここでエリポン置いて、はいはいはい、もうアドで勝ってますね、もう勝ち、もう勝ち。とはいえちょっと差詰まったのよ。でまあここでゴレ出してくれたんで、この瞬間に逆サイを落としに行きます。やんちゃ。やんちゃじゃねえよ。やんちゃじゃねえよ。まあ捨てる。まあここで捨てますね。うん、でここの防衛をえいえいえいと。でポイズンあるから、はい、まあ2-1で。ああなるほど。で問題はこの後衛をどう処理するかなんですけど、ね、このギャングをとりあえず一回出して、ユニット全部真ん中側に集めてから。アイスゴレも出します。そしたら後ろが全部釣れるんですよ。いやらしい、だからこれはね、これ見せたかったな、絶対でここはしっかりターゲットを取って、でもこれでも勝ちですね。これやったな、これはもういやらしいわ、これ濡れたわちょっとおいおい、ダメ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 マジでダメ、本当に本当にやめて、やめてやめてやめて、あ、そういうチャンネルじゃなかった、本当に本当にやめて、シオープがかわいそう本当にエルシオープがかわいそう、失礼みたいな感じで、でも追いつかれた、追いつかれるんですけども、あとはもうアドゲーミングで、ああなるほどね、えいえいえいって感じで、はいはいはい、まああそこの防衛が全てだったよね。そうですね、まあ、ギャングを出さないとアイグレだけだとダクネがなんか来ないんですよ、はいはいはい、端っこから出されてるんで、だから1回段階を踏む
ですが大事ですね。はい、ということで次俺ちょっと見たいのがあるんだけど、この上の神器魔術神器、これイカルスっていうやつがやってるんだけど、めちゃくちゃうまい神器使い、多分世界一うまい神器使いで、おやで、魔術型だとめっちゃ楽なんよ。相性は神器が100いいんで、どうやって買ったのかが見たいかなと。おやおやおやと、ということで前置きはね、できるだけできるだけ強いポケモン見たくない伝説のポケモンになるの言ってからの勝ち菊を解説っていう、おいしいマッション、おいしょ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 ひどいもんマジで。さあ、相手もう分かっとる相手、神器って。神器ってこれはもう当たった瞬間に分かってて、なるほど。でもこの瞬間で三次視点解ですね。相手みんなで出すんだな、これもう、こういうリプレイ解説ってさ、相手の立ち回りもそう分かるから、うん、神器を使ってる人とかはまあ助かるな、うん、でここでちょっと早めの小序場で、うん、5で一掃されないようにですね、うんうん、いやただこれカウンターが、そうで、ここでまあ、うん、ギリギリ押し込み、押し込みナイトを出してナイトじゃないわ、リガやリガ、ナイトっぽく。ここがやばいんですけど、これを囲むんじゃなくて一回ターゲット受けてからのギャングですね、はいはいはい、そうしたらこのギャングでさらにカウンターにもなるんで、だいたいここを多分防衛しなかったかなここはまあでもその分ダメージが入るんで、おいしい、まあ、おいしい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 焼けてくれたらなんか気持ち悪い、なんでね、おい、でここでエリポン置きたかったんですけどここでエリポン置いちゃうとなんかもうアドが今取られてるって分かってて、もう一瞬で多分タワー落とされちゃうんで、エリポン置かずにですね、うん、でしっかりアイグレでターゲット取ってガゴムで、はいはいはい、でこれはザップだけで処理されたらもったいないから、そのまま詰めて、まあまあアイゴレフタが来ると、はい、これもガイン美味しい、ガイン、これが強い。ただここのね、これやばくね、やばい、これはでも今あれでコスト使ったから、まあアイゴレ、リガギャングで、えいえい、やりますね、えいえい、今の危なかったけどな、もうこれでも美味しい、うん、ただまだね、そう、1428あるんで、そう、でここはまあ普通にアイゴレでターゲット取ってからで、まあ、なんでまだエリポン1回も出してないんですよ、うん、出したいんですけどこっちからしたら出せないんですよ。まあそうやな、エリポンいた瞬間ぶっぱだるから、あーだからかな、やっぱりエリポン置かないところが人気からしたらすげえ嫌な気がするな。でここも、うん、この小ジョババでこのランバーを逆サイに釣って、この2体でまあ処理、はいはい、でザップで小ジョババ止めてガインをしないようにですね。やっぱ上手いやつはね、工場の防衛ですよと、そう、この小ジョババとアイゴレンでの逆サイ釣りが三次神めちゃくちゃ強いんで、ラット昔からそう、子さんアピールしてくよ、昔からラットはそう、おや、昔から工場の上手い方が本当に、昔のさ、なんかラットが展開通したみたいなさ、リプレイ回数とか俺の方で出してたじゃん、うん、あのナイトギャン、ナイトガゴムのヒールあの時も小ジョババの使い方がめちゃくちゃ上手くて、メンタルまで、はいはい、もうこれはもうおじいじいですね。あ、ポンプ置かないっていうのがポイントと、そういうことですね、はい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 、はい、ということで、まあ、ラスト、まあ、焼き鳥はいらない、まあ、焼き鳥はええかな、佐藤、おっとおっと、動画見て大事やろ、ペッカかホグメガスピか、お、世界一位のか、うん、ジャイサンスピかコカツ、あえてユータロのミガのやめてやめて、マジでうまいんよこの人、どこで差がついたか見たくね、気になるな、あえてね、まあ、マキリプもね、やっぱ大事よな、マキリプも大事やなと、どうやってマキリプかということで、はい、ミラー対決、はいはいはい、まあ、苦い予知して視聴者のコメント拾ったわ、さすが、慣れてるな、でもまあこれ見てほしい、俺的には伝えたいことがいっぱいあるから、でも初手ポンプゲーミングではなかったよな、はい、そう、でもこれを伝えたい、これ、はい、マジで、おやまあでもこれ、もうデッキお互い分かった上での、そう、お互いまあミラーっていうのは分かってて、うん、でこっちからしたらギャングを避けたくないんよ、リガーを置いた瞬間のディ、まあ、でもアイゴレがなくて何もすることないから削くしかなくて、あ今の違いなんだ、ここはでもエリポン置くしかないやん、なるほど、確かにな、でこれディガーをディガーでディガーをもう受けるしかないんだけどっていう状況で、ゴテゴテに回ってんのか、うん、そうで、ここでまあガコモネで防衛なんで、ディガーを右に裂いてもよかったんだけど、みたいな感じで2つ下げて、まあここで割と決まった感はあるな、確かに、えいえいえいと決まったな、これ、もうエリポン1個分ダメアド取れてるけども、そうリエとかって感じ、もうエリでも、そう、三重視はもうダメアドなんか正直どうでもいい、エリアドゲーミングですねでもでこっからまあまあ、はいはいはい、まあこっからもう見るに耐えんぞとまあまあ見るに耐えんぞと、
一応そっち破壊、まあまあちょっと辛いな。まあまあ、もう見てらんない、もう見てらんない。もう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 。先に三十出したらもうおしまいと。つらしよく、つらしよく。初めて聞いたつらしよく。そうやって削って生きがるものの。えいえいえい、このままもう綺麗に、あー、どっこいしょ。最初のとこか。もう焼き鳥何してくれてんだよ。いやいやいや、視聴者のコメント拾ったんや。まあまあまあ、そういうことだな。そういうことだな。これ見とくか、ラスト。そう、まあ、世界一の男、まあ、このエストラモスって方は、セグジオラモスっていう名前でね、メキシコの、プレイヤーで、去年の世界一決定戦で優勝したってね。あの世界王者に勝ったりするけど、てか俺が世界王者がやだ。懐かしい懐かしい懐かしい。アルセウスをアルセウスを倒したみたいな感じやな。わけわからんけどな。むちゃくちゃむちゃくちゃむちゃくちゃ。さあ、これもデッキ分かってた？いや、分からんかった。でもセグジはマジでずっとメガネで使ってる。そう、それね。普通にしんどそうやけどな。ファイブザップとメガネ。でもファイブ咲いたから。普通にカウンターで攻めて、親と親親と思ってここで、でもまあここはザップエレキで、まあまあまあ、でもこれもザップだけで、まあ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 まだからザップをその時打つか打たないかみたいなのは考えてやってるね。でこれで普通にファイブだけで処理されたくなかったから、はいはい、ギガーつけたら相手がコストなんかなくて、はい、えいえいえいと、はい、でこれはで急いでガゴムレで処理しようとするんだけど、まあそのタイミングでやりゴム来ちゃう、はいはい、ただザップをすぐ打つエリクサなく打たないけど、まあ、打つんかい、まあ、打つんかいまあまあ11みたいな、ティコンティコンティコンって感じだね今。ほやいや、逆に瀕死な瀕死状態な、わかりにくいわかりにくいわ、ティコンティコンわかりにくいわ。メリアド若干トゲトゲガトマンね。まあここでもう一回エリポン置いてと、で相手がファイブ打ってきて、もう迷う俺だったら、もう小芝帽子から出して三十歳前にドドドンって、親と親と、はいはい、おおすげ違い通信したよう出てくるな。すげ違い通信したことによって大ダメージと、うんうん、まあ、今の小島ギャングで、まあ、メガナイトがあれば普通に出してくれたってか誘いだね、うん、で三重視展開でメガナイト処理してからの攻撃をしたかったんだけど、たまたま入ったみたいな感じやね。あれ工場から出して、そう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 、はいはいはい、で3し出すけども 2-1、 まあここはパパッと、まあ、けど正味これも美味しいよな。だってガゴムレ武装だもんこれ。確かに絶対ある。まあ三十石これが強いんですよね。ファイブザップだと、まあ、ガゴムレが仕事次郎に立ち回ることか、はいはい、でもあとは普通にユニット出して、うん、えいえいえい、なるほどな。これはガゴムレの生かし方が俺できんのよな、ズリは。確かに、なんか俺のガゴムレザップだけで刺しておや本当におや、あいつらすぐ敵陣行きたがるから。わかるわかる、おやあしゃなしでな、教えてやるわ今度。えいえいえい、ということで、まあ、今回ちょっと本年も長くなった長くなった、グダ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 なんですけど、まあ、はい、以上になります。概要欄にね、俺が言う概要欄に焼き鳥のチャンネル、自分で言ってくれ。概要欄にね、焼き鳥のチャンネルがいっぱい貼ってあると思うんでいっぱいもう大量に貼ってあると思うんでね、まあぜひねそちらの方もチャンネル登録よろしくお願いします。ささやき声役が一番のあれはちょっと見なくていいでしょ。ぜひ見てください。興味見なくていいです。焼き鳥の動画いらっしゃいのテンションが低いんですよ。いらっしゃい焼き鳥ですみたいな。俺はもっといらっしゃいみたいなそれやばいやつやね。らっしゃい焼き鳥の動画でちょもっとテンション上げてくださいってコメントすればいつかね、そう、やってるのね、動画も面白くなるんで、ただの無茶ぶりや。ぜひ見てあげてください。で、検索しろね、まあ、チャンネルええわ。それやると低評価つく、低評価つく。あらまあまあ、シャーなしに一応貼っとくんで、皆さんぜひ、チャンネル登録。焼き鳥の間に、焼き鳥ケンツ焼き鳥って言って。はい、ということで、うるさい。焼き鳥のネギマンって言ってよ。あ、そうだね。ネギマン、思うんだよ。やめとけ。もう喋らんわ。もう喋らんわ。はい、ということで、今回は以上になります。バイバイ。ハブゲーミング。